球場中が固唾を飲んで見守った対決は、3打席連続三振で大谷に軍配。Didn't go well. You know, obviously, he won that battle. So, you know, yeah, but he looked good. I thought he looked pretty good tonight. 出塁率4割を誇るヌートバーを大谷はどのように攻略したのか。その真相をスパークのカメラに語ってくれたのは、バッテリーを組んだウォーラック。実は翔平と試合前にスイーパーとストレート、それからスプリットで組み立てようと話したんだ。彼の球は全てがいいし、どの球でも打ち取れるんだ。その証言をもとに各打席を見てみると、第1打席は3つの球種を織り交ぜ、最後はスイーパー。続く第2打席、ストレートを1球も投げず、変化球主体で決め球はスプリット。打って変わって第3打席はストレート中心の攻め。最後は160キロで空振り三振。スパークの取材でウォーラックが明かした通り、3球種全てが一級品だからこそ、全て違う組み立て方で的を絞らせず、ヌートバーを翻弄することができていたんです。狙ったところには行ってたかなと思うので、ヌートバーの打席に関しては思い通りに投球できた方かなと思います。